阪神戦力が山本、話がなければトライアウト受ける。トライアウト前の接触っての？自由契約なんだからいいだろう。自由契約なるのはトライアウト終わってからの11月30日やん。直接じゃなかったらセーフ。シーズン終わったら話しかけても良いやろ。まあトライアウトってする前から合否決まってて、ほとんどが引退のけじめをつける場みたいなもんやろ。ひいきの記者が情報をくれるからな。俺らの話やが、松田、超能取る今の巨人やったら戻れるやろ。二遊間に困ってるチームが中部地方にあった気がする。ソフトバンクが売ったり獲得するかも。安首かよ。巨人の初代ドングリーズが続々と帰還予定か。山本あかんのか。山本康弘と小林圭介はまだ使えたのに。山本子供がまだ2歳くらいなのにな。アナウンサーの奥さん頼みかね。山本は便利やけど二遊が一気に固まりすぎちゃったな。サードも固定されたし。山本と片球団だと普通にレギュラー取れる。控えならともかく山本レギュラーはどうかな。山本中日取るんじゃね。村松龍久より早えぞ。山本首はもったいない気がするけどな。今年のドラフトで新しい二遊間入れるんやろな。二軍の二遊間、高寺、遠い、遠藤だけになってくさ。ドラフトで二遊間を獲得するしかない。山本 DNA に欲しい。まだやれるやろ。山本ヤクルトありそう。コミュニティにて期待の選手や使ってほしい選手、試合の感想や他球団の話などファンの方々と盛り上がれたらと思っています。阪神ファンだけでなく他球団ファンの方もぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。